はい、ではお願いします。決してないの意味は絶対ないの意味と同じです。レブン、レブンは、まあ、例えば私は決して海で泳げない、泳がない、泳がないです。そういう意味は私は全然海で泳ぎませんの意味です。うん、どうして？どうして？場面の説明。あ、場面の説明は場面。例えば友達、うん、あ、旅行しましょう。海で行って一緒に泳ぎましょうのというです。でも私は怖いから。私は決して海で泳ぎません。うん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 、オーゾだ。ですよね。ですよね。はいはいはい。あ、なるほど。さっき一つね、いい間違いをしたんだけど、決して海で泳げないという言い方したよね。決しての意味っていうのはすごい強い自分の気持ち。だから可能形はおかしいの。その泳げない、泳ぎたい、でもそれができないではなくて、いや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 、私はしない、絶対にしない、なので可能形はダメ。だから私は決してお酒を飲みませんって言ったら、飲みたい、でも飲むことができないではなくて、もうわからない、理由はわからないけど、例えば昔お酒を一回飲んだらもう酔っ払って気持ち悪くて、もう頭も痛くて、もう絶対嫌だ、もう嫌だ、あんな気持ち悪いのは絶対嫌だから、私は決してお酒を飲みません。強い気持ちなんだよね。絶対の気持ち。さあ、全くそれをしない、必ずないね。はい、発表してください。ハサンは黙っててもうるさいな、なんか何回も繊細、黙ってても何がうるさいよね。はい、以上です。質問ありますか？質問ありますか？